はい、じゃあね、続きロマ戦いきます。まずは30周目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22っていうか、めんどくさいから、はい、ということで29個あります。じゃあ行きましょう。まあね、ヤーナムに続きこいつをね、めんどくさいけど小雲に気ぃつけてうまいこと立ち回ったら多分ね、いけると思います。で、まず一発目から、あ、やってもうた、右手ちゃうわ、久しぶりやから右手や、あ、銃だけっていうの、これダメです、不正です、やり直しましょう。これダメ、これはね、ダメですよ。攻撃手段はあくまでエベリンのみです。やり直しましょう。もったいな、一発目やったのに、一発いけると思ってたのに、もったいねー。さあ気を取り直します。ここ気持ちいい、よいしょ。さてと、調整してきたぞ決勝席も。今度こそわかるかロマ、お前ゴースによってロマにされ、ロマじゃ上位者にされたらしいな。私は生まれ持っての上位者、どちらが本当の上位者か決めよう。こいつはハンデみたいなもんやね、エベリンのみしか使わん、弾が切れたらそこで私の負け。どっちが最後まで生き残るか、これはね、夜空の瞳チャレンジと全く同じです。威力もまあまあ似てます、一発ずつやしね。まあ夜空の瞳の方がちょっとあったかな。これ死んでんの気にしないでください。なんかね、決勝席をちょっとさっき間違えたんで、もう一回さらにやり直したんです。じっとしてたら殺されました。このね、威力はあるけどロマにおいてこういう一族には全くダメージが通らん決勝席やったんで、全体的に通るサンデブの、サンデブから取ったやつやったかな、まあ無難なやつをチョイスしてきました。まあそんなことはどうでもいいでしょう。エベリンのみでいけるのかどうかっていうカンストの世界をね、っていうだけなんで、世界中探したらいてるはずです。そして世界中ヤーナム中探した一人がこの私です。とくとご覧いただこう。いけるか、ポイントはね、小雲をね全部倒さんでもいいかもしれない。まあ倒した方が邪魔じゃないし怖くないからいいねんけど、次からもちろんロマはなんかしてきますよね、いろいろ。今じっとしてるけど、1回目はまあね、ここだけ倒してもいいか、こっからはもう全部倒さんでもいいかもしれない、そんな余裕ないしね。このダメージ量まあまあでしょ、できるだけこういう時にハイエベで与えていく。こっから先はちょっときついんでね。さてと、本番はこっからや。遠い遠い、メテオを降らしてくるんでね、もうこいつと失敗作たちは要注意です。上から降ってくるんでね。どうしようかな、これ今回はちょっと DLC エリア、ルドウィークとかマリア様もちょっと行ってみようかな、これだけで行けるかどうかね。いつもあんま行けへんけど、めんどくさいから。ゲールマン倒してさっと終わりにしてもいいけど、ちょっとチャレンジしてみようかな。うん、ゲールマンの前に、危ない、あれはいけんねん、上から降ってくるやつがちょっとめんどくさいねんな、見てなかったら。これ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 、クマムシクマムシ、知ってました？こいつのモデルですよね、クマムシっていう虫。宇宙空間でも仮死状態で生きていけるんですよ、電子レンジの中でも。すごくないですか、仮死状態になるんでね、元に戻って生き返るというかね、まあ死なないってことなんですけどね。まあどうでもいいでしょう、興味あったら調べてください、クマムシ。まあそうこう言ってる間に3分の1は切ったかな。おっと危ないぞ、これは上からのパターン。ちゃんとねロマの動きを見ながら
小蜘蛛を1匹ずつ倒していきましょう。普通の戦い方はね。小蜘蛛の火力バカでかいんでね、これ。これ体力99あるけど2回ぐらいで死ぬからね。普通にチェインみたいなコンボみたいなのされたら、それはどうでもいい話ですね。はい、上からも降ってくる。ほらほら危ない、死にかけてる。こういうのが輸血液が1個無駄になるんですよね。当たり前やけどノーダメージやったら多分ほとんどのやつこと足りると思うんですよ。弾数は水銀弾に回したらね、輸血全開で29個。まあそれはこれが無理やった時にもうちょっと考えます。とりあえず今回ね、一応こんな感じ、いつも通りガチめでいきます。次ね、35周目はどうしようかな。もう松明のみとかしてみようかな。無理やと思うけど、グリッチ使うと思うけど。あとね、いつも思うねんけど、これ早送りかカットした方がいいんかな。どうした方がいいんやろ。これもうそんなにダラ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 喋ることないし、喋っても見えへんやろ。結果だけでいいやんねえ。自分やったら絶対これずーっと見ながら、まあ、よっぽど好きな人やったらあれやけど、ね、まず見えへんよ。いけたかどうかだけでええわ。まあね、そんな寂しいこと言うてもあれやし、世界で一人二人ブラッドボーン好きが見てはるのでね、その人のためだけにやってもいいでしょう。そしてこれはね、私の挑戦、そして記録なんでね、嘘偽りなくここでやったぞっていうのをちゃんと証明するための、いわば世界記録みたいなもんですからね、それをここに記しておきましょう。不正はないようにね。今現在2021年5月です。世間ではガッキーと星野源が結婚してるぐらいのあれなんですけど、コロナもまあまあ少し落ち着いてもまだまだ全然の状態なんで、もちろんワクチンも今現在打っていません。そんな中ね、オリンピックが強行されようとしてるんですけど、そんな中で金メダル銀メダルよりもね、個人的に金メダルを取り続けてるこのプレー、言ってることさえよくわからんけどね、とりあえず見てくれる人がいる限り走ります。いやーなの。そして昨日ね、たまたまあの生配信生放送のあの愛の戦士さんのダークソウル3かな、やってたんですよ、コンビーフの。やっぱね、いまだにまあ正直数字取るだけならああいうのよりもね、他の動画の方が撮ってはるやん。でもいまだにね、自分の、まあ、出身というか動画のヒットしたゴッド P のね下りからのずっとで、ダークソウル、まあ、ブラッドボーンもやってはったんですけど、赤狼も大事にしてはるよね。いまだにやってました。久しぶりに見た。結構ね出てたんですよ、あれに。もうサムネにもなったことあるしね。やっぱあの人がああやってこのフロムゲーを やり続けてくれてるからね、こっちもね励みになるというか、少しはねお力添えできそうなんでね、嬉しい限りなんですよね、ああいうのを見ると。またね、ちょっとダークソウルとかやめちゃうとね寂しいなって思うんですけど、やってくれるところが愛の戦士さんですね。脱線しました。まあはい、そうこう言ってる間に5分の1ぐらいかな。そしてこの弾数ちょっとにんまりしてきたかな。これあーおっと、これいけそうかな。夜空の人にもそうやったけど、なんやかんやいけるんやね、このアホみたいに食らわん限りはね。輸血、流れ悪いよ、輸血液がね、輸血液がものを言うの。輸血あんまり食らわんこと、このチャレンジする人あんまり食らわん。
こんなんでバンバンもったいないからね、輸血液が。いけるか、待って、危ない、今の危ない危ない、あれいけるか、これ厳しないか、もう待って、これ無理やったら最大まで持ってく、あのカレルの体力に振ってるやつを、それやと耐えられへんからね、これもしちょっと激しめに食らったら。でもそれしかないよね、弾が足りひん、そうか、もっとうまいことやるか、確実に当てて確実に避ける。こいつもね、このケツだけの時のこの突っ込んでる時を狙ったら一番ダメージ通るんで、これこの時最悪、これ最悪、避けて撃たな、後ろからよりもあっちの方がいいんですよね、ほんま。どうやろうな、あこっからノーダメージならいけそう、これエベリンもあれっすよね、もちろん近づいた方が威力上がるよね、普通に遠くから撃つより。確か夜空の瞳の時あんまし変わらんかったような気すんねんな、違うかったかな、危ない危ない危ない、あーあーああ無駄、やり直したくないよ、もうお前しつこい、長い、疲れる、一番疲れる、つうか、はあ、お前終わったらまあまあお前流れ悪すぎるやろ、段取りどうなってんの、食らいすぎやろ今これ、どうなん、いやいけるよな、はあはあ、一発くらった死ぬ、ここも守る、あかん、危ない、いける、今あかん、いや、行く行く、行った、あ死ね、え弾が、あかん、ごめん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 、そじゃ雑魚上位者は一人で十分だ、はい、続きはね、行きましょう、最短者で、ロマの続きはね、すぐまっすぐ来たとこにこいつですね、倒さなければいけないボス、まあこいつはね正直多分いけます、だってこういうことですもん、こいつらを始末してなおかつ水銀弾10個あるんですよね、それにあんまし攻撃食らわんスポットもね、塔のあの端っこもあるんで、いざとなったらそこも使えるんで、まあまあ普通に戦いますけど、ここにねまっすぐ行ってここの右のとこに水銀弾あるんで、これこれ困ったらね取りに来たらいいだけです、もちろん一発目だけやけど、取ってもうたらもうなくなるけどね、はい、でこいつを、おあんまりね無駄打ちはやめましょう、無駄打ちするともったいないし、無駄打ちも叩くとねいいことなくなるんでね、今日は乗ってる、今日はいけるよ、 V 破壊していくよ、 V 破壊狙えるか、打っていこうか、あまあまあの火力やこれ、ジタバタ避けたい、上からのゲロみたいなの避けながら、アナドレン火力、これはノコギリナタとかでね火つけてボン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 切っとった、一瞬で終わんのにね、周回してる時もう無言でもうサクサク一人
RTA やってるんですけどね、もうこんな時間かかる思わんけど、しゃあないね。こっちの方がやってて楽しいもんね。あらら、ダウンしちゃったよ。これいけるぞ、破壊できるぞ、銃で足とか。ああ、もったいない。危ない、危なっ、あがっ、ジタバタしてくるからね、うまいことね。まあまあの威力でね、もろいね。やっぱり嫌なもの陰やロマよりもやりやすいかも。そして次は松明もしくは普通の武器でやりたいな。最終はもうね、素手でいこう思てるけど、賞味期のあのあれじゃないですか、低レベル、レベル4で聖杯回るみたいなね。みんなで立ち回りで言うとあれに似てるんですよね。よく見ながら当たらんように、ヒットアンダーウェイするとこういう時いけるんですよね。もうそれを心がけてやってるんで、ね、こんな感じですけど、実はあれもそうじゃないですか、もう当たったら即死なんで、みんなに迷惑かかるから、なるべくよく見てヒットアンダーウェイでサクサクっていくじゃないですか。何の話してたっけ、ちょっと分からんようになってきたから、こいつ殺すわ。あの女が鬱陶しいけど、お、どうしよう、そんなルドウィークの聖剣か、そんなダサい武器使ってるようじゃまだまだだな、上位者にはなれんぞ。ん、これいけるね、さ、なんかいけるね、ものすごく食らうやん。何語喋ってるか分からんけど、いけるねこれ。やっぱりね、高確率で最短射って見せ場ないんすよ。強い時は強いし、弱い時すぐ終わるしね、順番に破壊していったら。なんか絶対に倒さんとあかんボスやねんけど、避けては通られへんねんけど、そんなに美味しくないよね、面白くもないし。こいつ案の定ですわ、これ。こんなんしまらんよ、動画。これ、ミコラーシもいっとかんとあかんよ。はい。これ、ダメだ。これ、いけるわ。あ、違うわ。これ、いつも間違えんねん。いつもじゃないけどね。これ、しまらん。落ちひん、落ちひん。ミコラーシ行こう。来ました。これもね。正直な話、一発目で、まあ、いいボスなんですよね、こいつ。ムービー見たりますか。顔だけ拝んでから、蜂の巣にしてやりましょう。ゴースに頼んでるんですけどね、どんな哀れなナイトメアやろうかなと思ったら、なんじゃこいつ。で、こいつの被ってるこのメンシスの檻が私を集めてて、一周に一個しかもらえないんで、こいつを倒すと30個目が揃います。つまりこいつに会いに来てるようなもんですね。そしてなぜか逃げまくるミコラーシュ、戦う気ゼロ、ナイトメア。まあ簡単です、奥の部屋に入ったら戦えるんでね、逃げずに。いらん。ただこのね、これが厄介やね、さっき言っとかんと。あの骸骨の方ね、こいつをまあ奥までやって、ここで戦いたいからおびきをして、歩かしてる間にこいつを始末する。おっと、まあまあやるやん、火力は。ちょっとビビったぞ。もう普通に DLC 覗くと終盤も終盤なんですけどね、ここ。それでもね、手を抜かずに、なおかつ昔から知ってるこいつぶちのめしていきましょう。まあ簡単です、近づかんとね。まあ前半戦はね、そんなに近づかんでも、横移動したらいいだけなんですけどね、当たらないですこんなの。全然いけます、もうささっといきます。はいはいはい、うい、弱い。そんな硬くないからね、弾も
無駄打ちしてもいけそうやね。うん、追ってもこうへんし、はい、はい、おい、エブレダースさえ気ぃつけとったらいける。こいつも見せ場ない。もうつい、お、え、さっきのは悪夢。確実に返してもらうよ、私の血を。そして確実にぶち殺す。さっきのはちょっと失敗。一瞬寝落ちしてました。ここからが本番。行きましょう。もう許さんよ。二度はない。絶対に。正直そんな強いと思ってへんし。特に飛び道具使えるときはね。見てくれ。アラフォーの質感を。後ろにミコラーシュ。ミコラーシュ何歳なの？これはね、私のキャラクターもちろんね、インシューちゃんはハラフォーのオバハン、独身のオバハンをイメージして作ってるんでね。何の話や、誰が興味あんねん。倒せ。あ、え、びっくりした、またと思った。え、めっちゃキックやん。全開にしとかんだかんわ、これ危な。ちょっと舐めてたな。ちょっと神秘高いやん、自分。神秘高いやん。神秘ばっかりためんなやん。ゴッドピーか。脅威の神秘99で来てるね、これ。つうことでね、もう早いとこ、後半戦行きましょう。時間かけてられないし、ちょっとね、時間ちょっと押してるんでね、ささっと行きましょう。ちょっと早く行かなければいけないことがあるので、ささっと行きましょう。こいつは大したことないです。彼方への呼びかけさえ気ぃつけたらいいけど、何やったら彼方の呼びかけせずとも倒せます。知ってると思うんですけど、凄腕のスナイパー 99% 当たっちゃう。あいついつも周回してるとき。オッケー、楽。一個飛ばす。で、ここから狙うと、夜空の瞳の時もそうやったけど、楽。楽。まあ、正直多分、つまらないんですけどね。まあ、最後の方ちょっと、降りようかな、じゃあ。まあ、ここでちょっと削るっていうのもできるっていうことを見せたいだけなんですけどね。自慢ですね、これはもう。で、もし語れへん人おらんやろうけど、一応ね、語れへん人はこうやっていきましょう。夜空の瞳とかね、何でもいいです、銃でも。こうなっちゃうんでね、ミコラーシュ当たり放題。語れへんっていうか、勝てない人2021年でいないでしょうけどね。この世界観、この神ゲーをまだやってない人はもったいないですけど、やってる人なら多分勝ってるはず。ちょっとそろそろ降りちゃおうかな。つまらんよね、動画的に。よし、早打ち。どっち、お前が逃げるのが早い。降りに早く、あっ、よいしょー。危な、危な、あれ、やんな、死ぬの遅いぞ。ラグあったぞ。危な。え、生きてるし、あいつ。どうなってんの？まあ、ええわ。とりあえずね、30個目無事ゲットしましたんでね。ちょっとね、メルゴーの、ウバ、行く前に、DLC に行きましょう。